女性活躍推進とは、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するための一連の施策のことである。第二次、安倍内閣下における最重要施策の一であり、安倍晋三首相は、すべての女性が輝く社会づくりを唱える。その基本法は、2015年9月4日、交付。 同日志向の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律である。女性活躍推進が掲げられるまでの施策としては、1985年に男女雇用機会均等法、1991年に育児休業法、2003年に次世代育成支援対策推進法が制定され、仕事と家庭の両立支援、雇用管理における男女の 均等推進が推し進められてきた。また、2003年6月に、社会のあらゆる分野において、2020年までに指導的地位に、女性が占める割合が少なくとも30%程度になる、要期待するといった目標が示されていた。しかしながら、2014年9月30日の、労働政策審議会見議では、以下の点が指摘され、 目標と現実との落差が大きいことが示された。第2次、安倍政権下では2013年に日本最高戦略を掲げ、その日本最高戦略改定2014において、女性の活躍推進の取り組みを一過性のものに終わらせず、着実に前進させるための新たな総合的枠組みを検討するとされ、国、地方公共団体、 民間事業者における女性の登用の現状を把握、目標設定、目標設定に向けた自主行動計画の策定及びこれらの情報開示を含め、各主体が取るべき対応等について検討するとされた。その理由は、少子高齢化に伴い労働者不足の加速化が予想され、女性の潜在的能力の活用が求められてきたことや、 産業構造の変化により多様な人材を活用していこうという機運が高まってきたことなどが挙げられる。安倍首相は2014年第187回国会の初心表明演説で女性が輝く社会の構築をテーマとして挙げ、労働政策審議会の権威を受け、同国会に安倍内閣は女性活躍推進法案を提出したが、衆議院解散により、 審議未了で廃案となる。翌年の第189回国会に再度法案を提出し、可決、成立した。施策の柱は、女性活躍推進法に基づく、事業主に対する行動計画の策定の義務付けと、情報公表、女性活躍推進に関する取り組みの実施状況等が有料な企業に対する厚生労働大臣の認定である。国は、 あらゆる機会を捉え、直接企業に対して、これらの働きかけを行うなどの周知を行っている。2016年4月1日より301人以上の労働者を雇用する事業主は、女性の活躍状況の把握、課題分析を行った上での一般事業主行動計画の策定と届けで外部への公表が義務付けられた。なお300人以下の労働者を雇用する 事業主については努力義務となる。企業における女性の活躍推進に向けた取り組みを一層促進する上で、企業における女性の活躍状況や女性の活躍推進のための取り組み内容の情報開示を進めることが効果的であることから、その意義、効果の周知を図るとともに、企業や就職希望者に対して女性の活躍、両立支援総合サイト内の 女性の活躍推進企業データベースの活用を促し、情報開示を推奨している。一般事業主行動計画を届け出た企業のうち、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況等が有料な企業は、エルボシ認定を受けることができる。エルボシ認定は、基準を満たす項目数に応じて3段階あり、認定を受けた企業は、認定マークを 商品や広告、名刺求人票などに使用することができ、女性の活躍を推進している事業主であることをアピールすることができるほか、公共調達における加点評価、日本政策金融広告による定理融資の対象になる。経済産業省は東京証券取引所と共同で2012年度より女性活躍推進に優れた上場企業を なでしこ銘柄を選定し発表している。なでしこ銘柄は女性活躍推進に優れた上場企業を中長期の企業価値向上を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として紹介することを通じて企業への投資を促進し各社の取り組みを加速化していくことを狙いとしている。2018年からは従来の銘柄選定に加えて 女性活躍推進に優れた企業をより幅広い視点で評価する純なでしこの選定と女性活躍推進に積極的に取り組んでいることを対外的にアピールできる仕組みとしてなでしこチャレンジ企業リストを作成する選定を希望する企業は事前に経済産業省が実施する女性活躍度調査に回答しその上で所定の選考基準を クリアした企業の中から、各業種ごとに1から2企業程度が選ばれる。厚生労働省は、従業員101人から300人の中小企業に、拡大させる、女性社員の登用や昇進に関する行動計画の、策定義務は2022年4月1日からとした。ありがとうございます。